皆さんこんにちは、峰本千佳です。ようやく暖かい日が続くようになりました。お体大切に、書道も楽しんで書いてください。それでは解説いたします。スタート。はい、ではまず一読いたします。線香花火の序波球の上書、一本の燃え方が三部構成になっており、まるで音楽のようです。ふっと急に消える物寂しい無常さにも美しさを感じます。序波球ですが、ここでの意味は、すべての物事の始め、中、終わり、物事の展開していく流れという意味で使っています。はい、では段課題解説いたします。線香の線の糸辺は右上がりに書いてください。香るという漢字は左右の線の方向を変えてください。花火のこの火ですが、点々を先に書いてください。点々よりも左右の線をしっかりと幅を長く伸ばしてください。序波球の上ですが、点の後のこの線は重ねて一画で書いてください。歯の石辺は口の方が払いよりも下に来るように高さを調節してください。球は上の部分より下の心の方が幅があるように大きく書いてください。上のこちらの立身弁ですが、点々が先です。縦が最後になります。2行目の燃えるの皮辺は点々よりも左払いをしっかりと伸ばしてください。こちらに空間ができるようにしっかりと伸ばしてください。劣化は両端の点々の方が真ん中の点々よりも大きいので長く書いてください。この方っていう字は燃え方の方ですけれども、横線を一番長く書いてください。三部のこの部は大里の一番最後の縦の線を左側よりも長く書いてください。この部分は一画でここを重ねて書いてください。構成の正は、書き順は縦から先で、この線を一番長く書いてください。この横の線よりもこの線は右に出るように書いてください。3行目の音楽ですが、どちらもこの横線が漢字の中で一番長くなるように書いてください。横線より左右しっかりとスペースがあるように上手に形をとってください。3行目まで以上です。はい、4行目ですが、この消えるという漢字の左側の三髄辺、二画目をしっかりと左側に出すように形を整えてください。物という漢字の牛辺ですが、一度ここで
話しますが、つながっているつもりで縦をゆっくりと下ろして、ここは一画で書いてください。ここよりもここが長くなるように書くと縦長に美しく見えます。無調のこの無の書き順ですが、このように横を三角連続して横線書いていただいた後に縦を書いていただいて、最後の縦と下の点点点点の劣化一直線になっている部分をつなげて書いてください。5行目は美しいという漢字とこのしのひらがなの位置ですが、美しいの縦の線が真ん中ですから、この連綿のしは右側に来るように中心より右に書いてください。漢という漢字も先ほどの構成の性と同じで、こちら書き順は縦から先で、この線を一番長く上の部分ですけれどもね、書いてください。この横線よりもこの線右にも出してください。以上です。